明日はアンズちゃんの、保護主さんのところへアンズちゃんをお届けする日です。アンズちゃんに関してはもう本当にアンズちゃんが、そうね、捕まえやすい場所に来た時に、キャリーまで連れて行って、そこからですね、それに合わせて連絡をして連れて行くようにしました。この箱ですね、これアンズちゃんお気に入りなんですが、今アンズちゃん入ってるかな、ちょっとこっちからは見えません。このように窓がついている部分も、ガムテープなどで留め、そしてですね、これが秘密ですが、この入り口のみ出入りができるというところで、それに蓋ができるようにしてあります。多分今入っていると思うんですけれども、今だったらパカッと閉められますが、そのことはアンズちゃんには今内緒です。明日、何時でもいいというふうになってますので、なるべく朝の時間帯にですね、ここの中でこういうふうにですねして、一旦下ろしてキャリーに入れたいなと思っています。うまくいくかな、自分から入ってくれないとね。今ですね、いろいろ引っ越しの荷造りなどしています。荷造りをしている間、ジャン君とポンちゃんはこのケージの中に入っていますね。まあちょっとお見せできないですけれども、部屋の中はごった返していますので、ここが意外にスペースがこう安心して暮らせるという感じなんでしょうね。この状態になってくれたら、引っ越し荷造りの最終日ですね。引っ越し屋さんが来る前の日にこのような状態になってきて、あ、出る入れるとありがたいです。もう本当に荷物は運び出すだけという形まで、できるだけ持っていってですね、引っ越し屋さんが素早くできるような感じであれば、このケージの中でですね過ごすのも悪くないなっていう感じになると思います。そして、その日の夜にですね、このお二人を、連れ出すわけですが、その後このケージを畳んで出発です。こちらはこちらでなかなかうまくいくかどうかというところですね。頑張りましょう。ポンちゃんは大丈夫だね。ポンちゃんは何をやってても度胸があります。はい、このあれ、引っ越し作業でバタバタしているので、みんな行く場所を失っています。どっちかな、ちょっと置いてみる。あ、どこまでもね、カーテンの後ろにいたよ。あれ、ここはどうですか。どっちかも、カーテンの中かも。違うか、よいしょ、こっちから出るか。はい、はい、じゃあまずポンちゃん。はい、ポンちゃん、どうぞ。あら、どこどこ、クッションが。アンズちゃん、アンズちゃん後ろにいるのね、きっとね。この辺ですか。いそう。あ、逃げた。こっちに行った。アンズちゃん、ここ置いときますよ。